再生ありがとうございます。オメペンでございます。今回はザ・ハウスという、パソコンのねゲームをやっていきたいと思います。ホラーゲームです。とても緊張してます。警告、本作品には怪奇な表現が含まれています。ショックを受ける可能性もありますので、小さいお子様や心臓の弱い方のプレイはお控えくださいと。 PG13 は、13歳以下はまあ気をつけてねみたいな感じです。というわけで、スピーカーでやってるので、音が変になってるかもしれませんが、ザ・ハウスやっていきますよ。1970年に建てられたこの家で、一家心中を買ったという理由は不明、その後、廃屋となっている。はい。もう、音が怖いな。音量注意点。今、家の中に入った。ダイニングルーム。クリックだけで進む、ゲームだそうなので。はい。写真。怖い。黒い人がいる。これしかないのかな？お、何？何？ああ、他の部屋。行かせてくれない。なんだこれは。これはなんないでしょ。クリックゲー。ドラッグゲーではない。他の部屋に行けない。おっ、割れた。怖い。今フラグ立った気が。おっと、なんだ？何？移動できないの？クリックできる場所が限られているよ。絵が。何？うわー、じゃあ、ばっかじゃないの？そういうこと？次の部屋。怖い。セカンドルーム。ザバスルーム。浴室。わぁ、やだな。トイレ。流れる。トイレ流れる。トイレ詰まる。トイレ詰まるは取り決めた。何ですか？ママ誕生日おめでとう。ママは病気で苦しんでると思うけど、きっとすぐに良くなるよ。愛してるよ。ラブユー。というわけで、いいね。いい娘さんや。流れる。多分ね、この、アイコンが変わったところしか押せないんじゃないか。そこら辺が優しくなっているんではないだろうか。というわけで、多分手紙とか押せるんじゃね。そんなことない。さっきのね、ガラスの写真の手紙も押せなくなってるし、ってことはここ押すと。ない。どこだ。
あ、どうか、違う。どっかが押せるんではないだろうか。この反復がいるんだろうか。とこあるのか。いや、ないって。ないって。カットしてるのかな、これ。どうなってるかな。ないって。どんどん見入っちゃうって。なんかビビらされたら今やばいって。どうするって。何もないって。第二の部屋で積んでるて、ないって真ん中じゃないんだな。文字に単語を順に押していってみようかね。俺とクリック A の、トイレしかないよ、本当に。あ、お、さっき出なかった気がするよ。劇薬。はい。あ、変わった。お、私の子供たち、私も愛してるわ。決してあなたたちを置いていったりしないからね。絶対に、絶対に。ほう。で、あ、女の人が現れてちゃえ。トイレ、あ、水が増えてるよ。水が増えた。なんでトイレを流すと水が増えるのか。あ、なんかトイレが、水が、あー、いるよ、なんか誰かいる。あ、トイレの水がダバダバ。トイレはせん。おー、女の人が出る。怖いな、怖いな。手紙、以上でしょうか。もう怖いんですけど。ああ、なんかカチャっていった今。何、こっちの話、何、押せるとこないって。あ、なんか出てきた、なんか出てきたよ、なんか出てきたよ、なんか出てきたよ。うわ、じゃあ、バカじゃないの？手をパンってやるんじゃない。でも、オッケー。二つ目終わった。ああ、サードルーム、ザ・キッチン。ああ、台所か。もう、やめてくれ。あ、揺れた。あ、な、音する。音がするよ。ピチョピチョいってる。うん。意外と音がでかいな。ピチョンピチョンがね。
さあ、探そう。とりあえず多分ね、順番に押していく系の、来たカレンダー。マッチ、フィフスですね。ガン治療とかでですね。怖い。おお、ああ、近い、怖い。顔怖いな、あんた。体めくられてない？がん治療。音が怖いな。また見逃してるとこはどっかあんのかな？ん？咳してんのか？あ、覗いた、あ、覗いた。ちょっと嫌な予感がする。あの人なんか、でーんとかやめてよ。ああ、もう、知ってるよ。なんで、あ、俺の心臓取ってないよ、これ。うん。はい、感じるよね。すごいドキドキしてる。人形が、おっと、落ちてきたぞ。セントマーチン・スコット校学生賞。はい。おでこ広め。マリア・エス・ジュリーさんですね。ID 番号。これ覚え、大丈夫？長いよ、ちょっと。覚えらんないよ、ちょっとさすがに。心臓爆破やめてくんね。あれ、人形出ない。人形出ない、心臓爆破。あ、落ちた。ちょっと、バカじゃないの？どっから出てくんだよ。もう、ネクストルーム。フォースルーム、ザ・リビング・ダイニング。ダイニングが分かんなかったぞ、今。早かった。絵が見れる。お父さんかな？やっほ、お父さん。多分ね、2箇所をね、タカ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 やるとね、行くんじゃないでしょうか？なんだこれ。はい、お父さん。もう1箇所そこあんのかな？お、着いた。ラジ？あ、音が目、右、真ん中、右ないよね。ラジオ、あれ、ラジオ、もう怖いビジマ流れ始めた。ああ、ガクン。お父さん、あ、穴があるよ。ごめんなさい。そしてさよなら、あなた。あなたの妻でいられたことはとても幸運でした。これからもずっとあなたを愛しているわ。おう、お母さん。お父さんはもう多分関係なさそうだ。あ、拳銃が出てきたよ。ん？拳銃が出てきたよ。どっから？ここ？どういうこと？あ、なん、誰だよ。お父さんっぽかったかな。あ、うん、下を見た。あ、目が黒い。あー、血が。あー、おめえの血はない。うわ、びしゃー。おー、拳銃。サンデクストルーム。はい、ザ・ルーム・ザ・オ・ディオーダー。廊下、やだ、すごいやだ、奥。カチッ。わー、奥すごいやだ、奥やだ。はい、手紙。神を、私のしたことをお許しください。私は家族を愛するあまり家族を皆殺ししてしまいました。それは家族みんなと永遠に一緒にいられるただ一つの方法だったのです。そうですね、お母さんが多分がん治療だったんでしょうね。それでまあ家族全員でずっと一緒にいるために心中したってことなのかな。消えた。手紙は見れない。着いた。他どっかない？大丈夫？この往復作業で良さそう。で、消した。どっかあるか。なんだなんだ、ないか、大丈夫か。あ、ちょっと待って、いた、今すごいなんかね、体勝手に慣れたのかな今。あー、電気がバチバチ、やめて。あー、心臓ドキドキ。俺じゃないよこれ。
手紙、ちょっと手紙で隠したい。手紙、あー、チカトーン。手紙で前を見たくない。あ、来てる、来てる。これは、何？何もしなかったら来ない。何もしなかったら来ない。電気をつける。電気をつける！近い。あー！ずるい。このモータルファクションです。神明性もとれて全て、架空のものです。いかなる人に対しても尊敬しに様子を行わせたり、気が悪い意図はありません。終わりかしら。あー、終わったくせー。なるほどね。というわけで、ご視聴ありがとうございましたですね。ホラーフラッシュゲーム、ザ・ハウス。こちらはね、2もあるらしいんですが、そちらは、なんかね、まだ英語しかないみたいなので、まあ、この日本語版だけで、とりあえず終わらせていただきたいと思います。スマホからでもね、できるみたいな話をなんかで聞いた気がするので、ぜひね、ちょろっとね、やってみたらいいかもしれません。もしくは、友達に教えてみたらいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をして、また他の動画を見てみてくださいね。要望等はコメント欄かツイッターまでよろしくお願いいたします。